ポンは？そうですね。私、この夏したいことがありまして。したいことがあるの？あ、そうです。そういうことも。これからね。はい、これからしたいことがありまして、プールに行きたいなと思ってて、で、去年も長島スパーランドにちょっと行ってるんですけど、どうでしょう、今の発音。長島スパーランド行ってるんですけど、そうですね。はい。今年も行きたいなと思ってて、インスタグラム見てたら、紅生姜の稲田美希ちゃんが行ってたんですよ。で、うわ、一緒に行きたいと思って写真上がってるから、そこにコメントして、行ってるやん、今度一緒に行こうってコメントして、しばらくして、なんか、あれ、返事返ってこうへんなと思って、そのインスタグラムのコメントした写真のとこ見たら、一緒に行ってた堀川恵美ちゃんの方にコメントしてて、私は稲田美希ちゃんのとこにコメントしてると思ったら、あ、堀川ちゃんのとこにコメントしてしまってると思って、で、稲田とは結構、終了！久しぶりに出ました。ちょっと安定に久しぶりに、もうなんか、せっかくだから、道中興味ないってなかなかないよ。まあコメントする相手を間違えたというだけの話やろ。はい、そうなんですよ。このままこの道中のトークのね、4WB で荒道をブワー走っても多分ほんで、例えばその後堀川ちゃんからなんか連絡来た、来ました、行きましょうって来たんで、エミちゃんとも別に仲いいんですけど、二人で遊んだことがなくて、でもうわ、ちょっとやってしまったと思って。いや、堀川さんもびっくりしてるのよね、きっと。多分、そうですね。まあまあ、そうですね。いきなりそんな二人で出かけたことないのに、ポンさんから来ましたね、みたいな。でもね、例えばね、近場やったらわかるよ。大阪市内で行ってて、今度一緒に行こうやわかるけど、長島、スパーランドめちゃくちゃ遠いやんか。まあ、遠いは遠い。今行ってる人に今度一緒に行こうって入れるのもおかしいな。この間行ってきたとこなんでしょ、そうです、この間行ってきたとこみたいな。また行きたいみたいなの書いてたんで。行こうってなって。また行こうって入れたそれは来年のことかもね、みたいな。来年のことを入れたの？いや、今年のことです。いやいや、絶対行けな、2回もさ、近場やったらわかるけど、まあまあの一大イベントやったと思うんですよ、その2人も。結構な決心いりますね。まあだって丸1日使いますしね。まあちょっと水着買うて、攻めて行けよ、お前。はい、水着買うて攻めて流す。いつも言ってる、しじみ、しじみね。しじみ水着。ちっちゃいね。これは伝説に残んねんて。ちっちゃいね。ちっちゃいね、あれ。自分で作ってね、夏の思い出。そうや。武田久美子さんのね、ホタテでしたっけ、ホタテに超えるもんはもうしじみしかないんです。ハマグリは？ハマグリ、ちょっと大きい。ちょっと大きい。理想はね、コンビニで買うね、貝汁みたいな、ちっちゃい。すごいちっちゃい。みたいな。すごいちっちゃいですよ、あれ。あれでね、ちょっとこう作っていただいて。それで長島スパーランド目立ちますね。それでインスタあげたらね。そうですね。多分で、多分ですよ。バズる。その後はファニーダポンのなるほどねワールドシーズン、11。はい、11でいいです。あ、じゃあ12。12。なんで11って。やり方忘れてるやろ。一周空いたら。12。シーズン12でってカナさんがもう。今日急に11から何やったっけ ?12。12にしよう。シーズン12でございます。はい、先々週になるのかな、先々週の振り返りでございます。これ、ミモザからいただきました。ことわざの問題です。人を連れ戻すために出かけた人が帰ってこなくなることを、また説得する人が逆に説得されてしまうことを、ほにゃらら鳥がほにゃららになるという、何と言いますか。はい。ミイラ鳥がミイラになる。はい。はい。ですね。はい。この前のね、答えが、芋鳥が芋になるっていうね。もうほんまに、なんかもう、なんか、中東とか言ったらそんなことがあるんちゃうかなと思って。秀逸でございましたね。芋鳥が芋になる。こう、さつまいもがポンって出てくる感じ。コロンコロンコロン。そうそうそう。ああ、いつもや、みたいな。どういう意味なんやろう意味がわからない。わからない。何の呪いかわからない。ああ、いつもや、もう意味がわからない。意味がわからない。はい、皆さんから問題待ってます。はい、答えを。そうですね。私もちょっと社交的やし、好奇心旺盛やし、誠実かと言われるとちょっと誠実かなって思いますね。社交的かお前。社交的じゃないですか私。結構呼ばれたら行ったり。まあまあそう、呼ばれたら行ったり言うのは社交的ということなのか、フットワークが軽いだけで。お前打ち合わせの時、お前明日まで200万用意しなあかんみたいな顔で座ってるやないか、お前。どうしようって。そんな顔で座ってる。気持ちは社交的です。社交的。まあ、好奇心旺盛は好奇心旺盛やな。今日お前乗っていくんかみたいなこと言ったら、今日は大丈夫です。みたいな。今日何やねんって、ちょっと、みたいな。何やねんなって、ちょっと、みたいな。なんかデートかなんかかな思うやん。別にそういうのええやんか。はい。なんで過去すんかな思って、何やねんだからって。今から東京っす。みたいな。東京行くよね、これ。終わってからでも。なんかちょっとライブがあったりするみたいな。はい、そうですね。それはすごい。好奇心。バニーラポンのなるほどねワールドシーズン12。お願
いします。まあ今日はね本当は休みやったんですけど、はいはい、放送ができたということなので、ぜひ あ放送した時お肉出たねみたいな、はい、いいですよね。はい、ね、頼みますよ。はい、頑張っていきたいと思います。さあ早速いきますか、放送チャレンジいきましょう。さあこちら、パピちゃんのパパからいただいた第一問、うん、二つの間の距離をが極めて近いことの例え、うん、二つの間の距離が極めて近いことの例えで、目とほにゃほにゃの距離と言います、うん、さて目とどこの距離でしょうか。目とほにゃらの先やんか、先という言い方もします、ね、言い方もあるよね。はい、わ、はい、かりました。これはもうわかるよね、はい、何もなんねんもね。もうそれはもう余裕みたいですよ。もうこれはもう、はい、ね、これを間違えることはない。まあ、近いところですね。はい、はい、じゃあお願いします。どうぞ。花。はい、正解。ありがとうございます。いいね、いいね。まあちょっともう、はい、余裕さがあっていい、はい、今日は、はい、みたいなね、ね、うん、いいです。こういうことなんです。いい滑り出しですね。はい。じゃあ行きましょうか。こちらですね、リッキーからいただいた第2問、愛称の問題です。女子サッカー日本代表の愛称はなでしこジャパンですが、野球の日本代表とサッカー日本代表に共通する愛称は何でしょうか。聞いたことない、ホニャララジャパンっていうね、ホニャララに入る言葉です。野球とサッカーの共通ですよね、はいはい、野球の日本代表とサッカーの日本代表にも共通する相性があります。競技はそこまで関係ないかな。ないですね。もうヒントね、昔の人、昔の人、人物ですよね。人物ではない。ホニャホニャジャパン、うんうん、わかりました。ほんまに？はい。ほんまに？はい。何文字？ 3 文字です。ちょ、4文字です。そこ間違えんのか？はい、4文字です。そこ間違えんのか？いけるね、はい。これでいけるからね。はい、じゃあ行きましょう。どうぞ！侍。正解です。よいしょ。いいね。いいよ。はい。そんなに、めちゃくちゃ思いっきりわかりやすいヒントでもないもんな。そうですね、昔の人。うん、昔の人。何じってんの？俺のヒント。いや、ありがとうございます。助かりました、昔の人。なんでもそれがヒントになってるから。ヒントになってるからね。これ行くんちゃう、なんかポンポンって行きそうなもんやけどな。そうですね、いい感じに今行ってます、うん、さあ行きましょう。アルタイルにアルタイルさんからいただいた第3問、はい、歴史の問題です、うん、戦国時代の天下人3人の気質を表した3つの川柳、はい、織田信長公は泣かぬなら殺してしまえホトトギス、はいはい、豊臣秀吉公は泣かぬなら泣かせてみようホトトギス、はいはいはい、では最後です。徳川家康公は泣かぬならほにゃ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 ホトトギス、はい、このほにゃほにゃに入る言葉をお答えください。聞いたことはあるかね、こういうのがありますね。あるよね、まあ、よく言われますもんね。3つもあったとはちょっと思ってなかったですね。いや、まあ、3人やから3人の誰のやったら知ってたの。泣かぬなら泣かせてみようホトトギス、見せようね、はい、見ようってたらちょっとキャンプ行くみたいな感じのね、なんか泣かせてみせようホトトギス、なんかコーナー感があるよね。泣かせてみせよー、でで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 で、はい、というわけで今回はですね、泣かせてみよう、コート入れなくていい、なんかのだから気象を表してるよね、うん、はい、気象、信長さんも殺してしまえと、短期だからね、はい、うん、秀吉さんはもう器用やから泣かせてミスタルワイと、うん、ね、私の力だ、はいはい、家康さん、まあだからこれは気象というよりもなるほどねって、うん、そういう感じやったよねって、うん、ちょっと今思うやつ言うてみ、ホト、ホトトギス、泣かぬならほにゃ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 ホトトギス、泣かぬなら泣かぬなら撫でてみようホトトギス、喜ぶで、喜ぶよホトトギスも、いやーもうなんかもうね、あんまりやられたらもっとしなってホトトギスもなると思うけど、初めは撫でへん、撫でへん、直接するんじゃない、うん、それはもうイエスさんがよく出てる、のんびりしてはんな、のんびりしてる、うん、ヒントするぐらいって言われました。まあでもね、じゃあ使います。使うか。余裕できますね。
まあ使えんな。使えない。いや今ヒントはそのままヒントかそっち。あなるほど、ね。そうですよね。上野さんの順番あるやろ。はい。まず統一者信長さん。そこで家康さん何やかやられたわ。はい。で次俺かな思ったら秀吉さんやったわ次天下。はい。何やねんなってなって俺は思ったのにってなった。はい。でも結果家康さんになったよね。はい。家康さんはどうしてたそれまで。どうしてた。待ってました。さあ、行きましょうか。その言い方をちょっと変えてもらいましょう。はい、では頭からお願いいたします。泣かぬなら、はい、待とうぜよ、ホトトギス。坂本龍馬さん出てきた。待とうぜよ。コーチの耳ながら、ね、惜しいよな。4個目が出てきたと、ま、新しいのが出てきました。待とうぜよホトトギス。聞かないですよね。泣かぬなら、いやもういいとこまで行ってるんですけどね。あーいやちょっと面白い。泣かぬなら待ち人来ずホトトギス。待ち人じゃない。けえへんかったから、けえへんかった。今の乗ってないやん、その歴史の方に。え、いや、どっちやの、どっちがおもろかったかな。俺は勢い的に待とうぜよ、おもろかったよ。泣かぬなら、泣くまで待とうぜよ。深谷正郎さんのイメージがずっとね。低い声でね。低い声で。待とうぜよ。ザバー。待ち人こずもなかなかでしたね。待ち人こず。まだない？ちょうだい。何欲しがってるんですか？しがまして。そのあたりなんですよ、だから。僕は、待ってるんですもんね。待ってんね。泣かぬなら、待つほど待つな、ホトトギス。待つほど待つ。何を待つかよね。うん、何を待つの、家康さんは。泣かぬなら、何を待つかです。敵ですもんね。いや、何をしたいの、家康さんは。今、何したい、家康さん。天下統一ですね。天下統一やねんけど、はい、今、ホトトギスに何したいの、うん、ホトトギスに何したい、今、パッと思ってたの言うてみ。家康さんは今、ホトトギスに。戦ってほしい。え、戦ってほしい。誰と、誰と。武士たちと。武士たちと一匹、一羽のホトトギスが、ちょい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 、痛い痛い痛い、痛いな、あんた。むちゃくちゃ戦うよな、あいつ。痛い。あの、ハゲてるとこ、カン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 来よる。なかなかくちばしがね、くちばしがね、痛い。あ、一匹のホトトギスに旅出てもらうっていうことですね。旅出てもらう、ごめんなすって。あ、足ホトトギス、ごめんなすって。何言うてんの、泣かぬならどうしてほしいの、泣けへんやつはどうしてほしいの、泣かぬなら。信長は殺してしまえと。泣かぬなら殺してしまえ、うん。秀吉は泣かせてみせよう。うん、泣かせたいわけですよ。はい、そうですよね。泣かぬなら、ほにゃらら、ほにゃららして、ほにゃららまで待とうホトトギスや。はい。泣かぬなら、泣くまで待とうホトトギスや。そうや、正解。正解。うん。一番のんきでね、待ってはるんです。気長いんです。待とうぜよ、お前が答え出るまで待とうぜよ。かなり時間がかかります。時間がかかるぜよ。ね、さあ、いや、いいです。はい。いい。頑張りました。頑張ったと思います、私。うんうんうん、はい。まあ、ファーストチャレンジはいいじゃないですか。はい、そうです。まだ時間にも余裕ある。セカンド行きます。セカンド行きましょう。はい、さあ、行きましょうか、変なステッカー欲しいさんからいただいた。誰が変なステッカー。旦那変だよ、お前。はい。仙台市が県庁所在地である、うん、この都道府県は何県でしょうか。美味しいよ。美味しいもあるよ。ヒントも上野園もいらないよねって書いてありますよね。なんていうの、県在市。仙台市が県庁所在地であるこの都道府県はどこでしょうか。仙台、仙台のあるところです、ね。仙台のあるとこや。仙台ある何県やった。そう、もう仙台が何県だ、はい、ということをお答えになれば OK でございます。わかりました。はい。マジでいける？一番上何？みーです。あ、行こう。はい。それでは答えどうぞ。宮城県。正解です。はい、ドキドキすんな、ほんまに。はい。でも、ええー、感じでは答えてねえで今日。はい。1問目2問目いってるね。うん。答えてるぜよ。ぜよ。はい。今の心境は？いけます。いや、やるぜよ、ちゃんと。やるぜよと来てほしかったぜよ。読むぜよ。やるぜよ、はい。次の問題答える自信
あるぜよ。よしよし、よかった。はい、さあ、行きましょうか。これも同じような問題やな。こちらですね、名前が、大阪の方。はい。白からいただける。これで分かってもらえるかな。もらった第2問。津軽海峡を挟んで対峙しているのは、北海道と青森県。わかるね。では、関門海峡を挟んで対峙しているのは、山口県と何県でしょう。山口県から海を渡ったら着くとこや。山口県。山口県でどこにある？上の方。え？上の方。下の端っこの方。下の端っこの方。はあ。まあ、そこ、な、横は何県？長野県ではない。マジか。ちょっとマジか。山から想像したら長野に行っちゃったから。ああ、なるほどね。はいはい。山口県って言うたら、言うたらもう広島県の横やん。はい。その辺ですよね。わかる？はい。で、山口県越えたら海があって、海を渡るわけですよ。渡ったら何県に入るかっていうだけの話ですよ。そこは何地方？近畿地方です。ごめん。変な音。下に行くんですね。四国です。四国。すいません。今、放送的にも変な音が。すいません。ピーって言ったんで、なんか。今俺、どうしていいかわからんから。違うところから。空気吐こう思ったら、鼻からピーって。まあ、鼻にピーピー入れてませんねんけどもね。うちの後輩がどうやらアホすぎて、ピーって。四国です。え？四国です。四国は、前や。前や。瀬戸内海か挟んだら前や。愛媛県とかあるかな。はい、まあ前でもないけども。はい。な、九州地方に行くやろ。ラーメン美味しいとこや。もうこれで終わり。ラーメン美味しい。ラーメン美味しい。津軽海峡を挟んで対峙しているのは北海道と青森県。では、関門海峡を挟んで対峙しているのは山口県と何県でしょうか？お答えください。福岡県。正解。なんで？なんでわかった？逆になんでわかった？よかった。ラーメン？はい。ありがとうございます。いや、こんなんもっとわかったみたいな感じ出せよ。いや、ちょうど危うかったね。え？はい。よかった。びっくりした兄さん。わけわからん音出たわ、体だから。はい。ピリって言ったね、今ね。ちゃんと言ったでしょ？うん。鼻から。あれ、ラジコでもう一回聞くわ。あれ、あの、丸いの戻してね。戻す戻す。聞く聞く。ピリって言うから、急に。あの音って、も聞いた話びっくりしたと思うよ。左の鼻の穴ってあんな音出るんですね。なんか増えてるかなって思うの。意味わからんわ。体に変調きたしたわ。あんだれい。さあ行こうか。よかったよかった。はい。次3問目。3問目です。3問目。3問目。ほな、上のソロンが使うのはここまで？まあ、これはでも、これはでも使うな。使うし、上のソロンはわかる。あ、そうですか。RR からいただいた第3問。東北出身で、独眼竜。と称された戦国大名は誰でしょうか。わからんやろこれ。はい、わかんない。使います。使うやろ。その前に、使う前に、な、思ってる武将の名前言うてみ。パン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 っていうテンポで言うてみ。5個、5人。5人も5人もチャンスあげるわ。5人もじゃない。5人も言わせてもらえるんですかやろ。そうですね。あ、言うてみ、1人目。先ほど見てました、家康。いや、下の名前で言うな、お前。連れか。いや、あの、違う。徳川、あ、じゃあ、織田信長。その3人じゃない。言うてみ。なんか思う武将の名前、パンパンと。何でもええ。今川康成。今川康成。そして、登戸。登戸。賢治。登戸賢治。登戸賢治。二人目、登戸賢治。メモっとかなあかんね。正解かもしれんからね。はい、登戸賢治。そして3人目。お願いします。乾政也。乾政也。3人目の武将が出揃いましたね。乾政也さん。政也さんね。そして4人目。今和の槍継ぐ。ちょっと武将感出たね。槍継ぐで。槍継ぐは武将感で、ね、はい。今和の槍継ぐという武将がね。これわからないですよ。信長の野望とかで出てくるかもしれませんよ。はい、急にね。8年目ぐらいに。武士にして、家来にしてください。今和の槍継ぐと申しますっていうのは出てくる可能性もある。俺は知らんだけやからね。さあ最後ラストです。お願いします。
最後佐野山丸佐野山丸ガン佐野山丸ガン佐野山丸ガンさんが出てきましたね。これも信長の野望の20年後ぐらいね、急にね道を歩いてた猿山丸ガンと申しますが家来にしてでごわすみたいなねあるかもしれない。はい、お遊びはここまでというわけで上野さんの答えお願いします。分からんなってことだ独眼流ですね。はい、独眼流は伊達政宗。あー正解です。ありがとうございます。全然違う。これ簡単でしょ。これが簡単ですね。あ、そう、上野ソロンが困るとこみたい。歴史もの好きなもの。これはもう歴史もんとか園芸とかになると、そうそう、もうそれはもうがぜん強いですよ。はいはい、ことわざ系やないとあかんねん。そうね。あとちょっとあと地理ね。地理ね。これやないと上野ソロンの面白さが出る。ありがとうございました。ありがとうございました。独眼竜政宗ってあったもんね、ドラマで ね昔ね。あったあった。かっこよかった、うん、渡辺謙さんね。一番最後は誰でした？佐野山マルゴン。マルガン。マルガンさん。佐野山マルガンさん、ね。ちょっと書いてるやん。マルガン。一番おるとね、今はのやりつぐかな。やりつぐ思う。いそうだもん、いそうだもん。急に、ちゃんと戦国っていうか武将に寄ったんが思う。やりつぐみたいな感じで、いそうじゃないですか。いそう、ね。いそう、いそう、はい。はい。出ましたね、5人で。5人衆。よかった。さあ行きましょう、こちら。田中ずんだもちさん、岡山からいただきました、第4問。世界三大珍味の一つ、キャビア。このキャビアは何の卵でしょうか。はい、あのヒントというふうに出ましたよ、ね、ガラパさんからノーヒントだよと。ちょっとだけちょっとだけガラゴ聞いてみていいですか。はい、ちょっとだけ、はい、今ちょっと今しがんでるんですね、さっきの5人が。犬今さやも面白かったよ。犬今さやも犬今さやも面白かった、ね、いそうやし。犬今さね、俳優さんでね、いそうやね。いそうやね。さあ、今だいぶ時間を稼ぎましたが、何の卵か、はい。え、マジか。返事出たよ。なんかひらめいたで。返事出たよ。今ひらめいた。違うかな。はい、今ひらめいた。ひらめいたね。うん、ひらめいた。急にポンときた。地震度何パー？ 60 です。答えるな、それやったら。100で来い、嘘でも。嘘でも100で来い。ひらめいたと思ったら60だった。はい、多分ひらめいて降りてきました。あ、降りてきた。降りた。さあ、行こう。答え、答えどうぞ。アワビ。え、違う。ちょっと卵や。ふわ、ふわ。惜しいなぁ、もう。ちょうだめ。はい。ちょうざめの卵でございました。